陸平貝塚は、茨城県稲敷郡三穂村の霞ヶ浦南岸にある貝塚である。1998年9月11日に国の史跡に指定された。陸平貝塚陸平貝塚の一階層は、環状に分布しており、縄文時代前期から後期にかけての遺物が多数見つかっている。東西に約250メートル南北に、 約150メートルの範囲の絶上大地で、大地の斜面に対象8つの貝塚群が点在する。異物は、中期から後期を主軸とする土器や土偶、土製床、石器、骨格器、海製品が出土している。動物遺体としては、ハマグリを中心に、ル吹き、ハイガイ、マガキ、アカニシなどの内湾に生息する貝の貝殻のほか、黒ス鈴木、 フグなどの魚骨、鹿、イノシシ、ウサギなどの重骨も出土している。国内でも規模の大きい貝塚ズ群であり、またその変遷過程も明瞭に推察できる貴重な遺跡である。周辺は陸平貝塚公園として整備されており、公園内には発掘調査をもとに、縦穴式住居などが復元されている。霞ヶ浦市坂地区より望む霞ヶ浦。 対岸右側の大地に、陸平海塚がある。陸平海塚の階層を剥ぎ取り断面復元された、縦穴式住居国指定史跡の石碑1879年当時、東京大学生でエドワード・エスモースに学んだ、佐々木忠次郎、飯島伊夫によって、日本人で初めて発掘調査が行われた遺跡であり、日本考古学の原点と称され、 考古学史の観点からも重要な遺跡である。その後、1970年代に住宅団地開発計画が持ち上がり、遺跡は破壊の危機に直面するが、開発計画自体が中止された。また、1980年代にもリゾート開発が計画され、今回は当初から開発と遺跡保存は並列という理念の下で完全保存が検討された。しかし、 この計画もバブル景気の崩壊の影響を受けて、とんざした。1990年代には、住民ボランティア団体を中心に、陸平貝塚を告知する活動をはじめ、1998年に国の史跡に指定された。現在でも、貝塚を含め周辺は、手を加えられておらず、大切に保存されている。ありがとうございます。